コロフィンは、アイルランドのクレア県の北にある、ファーガス川沿いの風光明媚な村である。コロフィンは、バレンへの入り口や、釣り人の天国と呼ばれている。また、アイルランドの画家フレドリック・ウィリアム・バートンの誕生の地である。この街のアイルランド語の名前は本来、カラド・フィンで、これは、フィンの席の意味である。この名前の歴史的な由来は、フィン・マックールである。言い伝えでは、 フィンがこの地で、ファーガス川を渡ったことから、名前がついている。エニスから北に12キロメートル、地方道 R460 号と R476 号の交差点にある。バレンの石灰岩の大地の南端にある。コロフィンは、インチキンの断尺領のキルナボーイの教区にある。キラロのローマカトリック教区のキルナボーイ教区にあり、教区には、コロフィンの聖ブリジット教会。 キルナボーイの聖ジョセフ教会、ラスの聖マリア教会の3つの教会が存在する。コロフィンは、画家のフレデリック・ウィリアム・バートンの幼年期の地でもある。2016年の中央統計局によると、人口は776人で、2011年の689人から、増加した。クロスインニインボイ・チャーチ通りには、かつてのアイルランド聖公会の聖キャサリン教会がある。 1715年から1720年の間に、キャサリン・ナイトレイによって建設された。1820年頃に改装され、1829年には、戦闘が追加された。教会は、現在、クレア県伝統、ケ図ズ研究センターによって使用されている。アイルランド国定記念物のラフアンヒルティー型十字としても、知られる、クロスインニリンボーイは、 石の T 型十字であり、現在は安全に保管目的のために中心に移動された。インチ近所の外側インチ近所の内側インチ近所は、インチナ湖の北側にあり、タイゲマクマロー・オブライエンによって建設された。1542年に、インチ近所は、マロー・オブライエンの息子、ターローが有し、最初のインチン男爵だった。 4番目の男爵であるマロー・ーブライエンは1580年に城の持ち主となった。子孫であるトーモンドの公爵夫人はこの辞書から陰金伯爵の称号を得た。アイルランドの9年戦争の間、ヒューロー・オードネルはクレアを襲撃し、インチ・キンジョーは彼の副官の一人、ファーマナのマグワイアに襲われた。11年戦争中、 マロー・バーナーの兄弟であるクリストファー・オブライエンがここに住んでいた。マローの息子であるジョン・オブライエン大佐は、17世紀の終わり頃にインチキンを放棄した。それまでには後輩へと悪化していた。今日、城は牧草地に囲まれた廃墟のままである。古い城の塔の一部は、現在も残っており、17世紀後半の宴会場の大部分も残っている。コロフィンは、 以下の都市との姉妹提携を結んでいる。ありがとうございます。